はい、こんにちは。人類延命計画。めぐみさん、箱根来てきて、箱根で、まあ、お土産いっぱい買ってきました。その上のこれです。ドーン。プチエラ、プチエラ。なんと、箱根限定。アスカ、箱根で散策中。レイ、箱根で散策中。箱根限定。他にもね、ペンペンと、初号機だったかながあったと思う。ペンペンが温泉入っててっていうのあったと思うんだけど、まあ、これを買ってきました。でね、どのお土産屋行っても、レイだけ少なかった。こっちが10個あると、こっちがもう2個とかしか置いてなかった。店によっては、レイ完売。アスカは売ってる。っていう感じだったね。なんだろう、アルガミ人気すごいのかな？もしくは海外の人もすんげーいたんですよ。私平日行ったから、おばちゃんと海外の人がすんげーいたんですよ。まあ私も行ってみりゃおばちゃんですけど。そんな感じだったんで、そんなにレイの方が人気ある。でも、外国人、海外の人ってレイの方が絶対好きだよね。もうそれは確実だと思う。あとね、このレイだったら、箱根湯本駅に、エヴァヤっていうエヴァの専門のね、お店があって、まあ、それ、原宿にまあ、2号店があるんですけど、やっぱね、1号店、箱根の方は、箱根のものしか置いてない。いや、違う、箱根限定のものがいっぱいあって、やっぱ原宿のとは全然一線を画する感じでしたよ。で、そこに、等身大なのかな、多分。私より一等身ぐらい低かったんですけど、レイのフィギュアがあって、それが浴衣着てました。浴衣着てました。いやー、これね、いいよね。こういう風にあると、お土産って普段は私買わないんです。海外行っても特に買わないんですけど、まあ海外行ったらあれか、ロザリオとか買うんですけど、要するに十字架系しか買わないんですよね。特にイタリア行ったからピノッキオ買ってくるとか、そういうことはないんだけど、こういう風にやられると、買っちゃうよね。買っちゃうよね。オタクホイホイですよ。すげえ量売ってんの。箱根限定のお土産。だとてもじゃないけど、全部買えない。まあ、そんなわけでね、ストラップ買ってきました。どうでしょう。これ可愛いよね。納得いかんのはなんでシンジとカオルの、浴衣がなかったのかなっていう、ペンペンとかあったんだけどね。シンジとカオルがむしろペアになってね、一緒にドバーン、ドバーンっていうのが、欲しかったかな？うん、欲しい。それは欲しかった。うん。それいいじゃないですか、別に。シンジ君とカオル君が一緒にお風呂入ってるところ、いいじゃないですか。別にそこ、個人の自由じゃないですか。めぐみさん、それ好きです。好きです。はい、好きなんです。好きなんです。やっぱカオル君はシンジ君のことやっぱ大好きですから。カオル君はシンジ君が大好き。で、シンジ君はカオル君に恋してる。いいじゃないですか。いいじゃないですか、それで。それでいいじゃないですか。それでいいじゃないか。それでいいじゃないか。人を殺すよりはいい。そういうことです。そういうことです。ああ、15年ぶりだな。死闘だ。バイバーイ。